2発来るときもあんのか。切れ味を戻すモードも挟むぜ。してシュンシュン出てないいかにもなんか回避成功したっぽいの口で言ってたけど出てなかったわはい、どうも皆さんこんにちは、ムッポンです。モンハンライズサンブレイク、今日はね、そうサンブレイクの追加コンテンツ第1弾の最終関門というか最後の砦でね、ナルガクルガ希少種を買っていきたいんですけど、今回はね、そのゴールドルナシリーズの装備とナルガクルガのね装備で、ちょっとね、ゴールドルナがなんだっけ、ね、状態異常確定蓄積なんかね、そう、状態異常確定蓄積いや、なんぞって言われると、なんだろうね、なんかこれなしだと状態異常攻撃が3回に1回しか発生しないんですけど、これが発動すると何 100% なんか発生しますみたいな、ただし12秒間みたいな、なんかそういうねあれがあるんですけど、まあ相手の攻撃を避けるとなんか12秒間強くなりますみたいなね、スキルらしくて、双剣で使ってね、なんか手数多くていっぱいね爆破させたら気持ちいいんちゃうかみたいな、なんかそういう思いでね、ちょっと今回握ってきました。でね、ちょっとね、残念ながらね、何なんか回避性能とかがね乗らない行動で避けた場合はこれ発動しないらしくて、なんかスライド切り連携とかで発動して最強なんじゃねって思ってね握ってたらね、なんか全然発動しなくて、なんじゃこれってなって調べたらね、なんか発動しないみたいなそんな感じなんで、ステップで避けないと発動しないんですけど、まあね、なんか基本的に頑張って避けて、何爆破でバンバンみたいな、なんかね、ちょっとそんな感じでね、今日は狩りやっていきたいなみたいなところがありますので、よろしくお願いします。で、緊急クエスト、不可視の人流、見えないの、透明になるんかな、そんなスキルあったっけ、ちょっとわからんけど、何が来るか希少種インターの資料やっていきましょうか。今日はゴマダラでした不可視の人流、あいつがふと突然目の前から消えたと思ったら俺はやられていた。何が起こったのか把握すらできなかった。だから今ならわかる、あいつはやばい、とにかくやばいというモンスター。さんさんと輝く月の下、綺麗。それは月光の意を借りるではなく、斧が身に光を、あ、やばそう、これ輝きの下に身を隠し、天賦の陣をもって死亡し、一瞬の間に仕留める。その美しくしなやかな姿、見るに至る者はいない。月人流、ナルガクルガ希少種、いや、やばそうやぞ、あれまあやっていきましょうか。そう、この辺もらって、毒持ってんの、ナルガクルガ。で、音爆弾があるのはどうなん、なんか透明中にあれなんかな。で、なんかね、そう、塗り紙があるので、ちょっと塗り紙拾っていきましょうか。なんか、とりあえずさらわれる塗り紙さんかわいそうみたいな、そういうところあるんですけど、まあ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 、なんかいるってことは多分何かの役に立つはず。なので、とりあえず塗り紙いただいた。よし、行くぞ。透明になるのはちょっとね、さすがにズルだと思うんですよ、ナルガくん。あ、やば。もう見えない。なんか足が。あいつが標的か。よし。そう、避けれてないけど、確定蓄積発動した。痛いです、ちょっと。ただ12秒しかないから。あーっと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 、あーっと、待って。あー、なるほど。透明中はあれですね。なんかその L ボタンを押しちゃうと正面向いちゃうから、急に視点が変わって戦いづらいね、これいや、そうなんだよな、透明モンスターちょっと戦い、あ、ちょっと待って、そもそも標的の登録してませんでしたわみたいな、そういうところなんですけど、危ないです、痛いです。なるほど、わからん、痛い。透明になる以外は今のところ普通のナルガクルガっぽい。なんかね、なんなら腕ちょっと柔らかいまであるんですけど、いや違う、今日の武器はね、切れ味が紫だぜなので、
ああ、そう。なので、なんじゃないの。ね、紫があれば腕切れんのか。ね、ちょっと強い。これ強い。ちょっと紫の間に腕破壊したいけど、でも顔も攻撃入れたいので、顔に攻撃入れていこう。ほらほらほら。螺旋弾。ほらら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 。爆破がいっぱい。よーし。状態異常確積、確定蓄積が発動する。待って、まずいです。そう、やばいやばいやばい、死んじゃう、やめて。回復、おいしい。ふっ、まだ怒ってなくてこれやからね。あだだ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 、あっ、かけりまし、危ない。早く、おいしい。いえ、何それ、何するんですか。ふう、くるくる、ベイブレード、僕のドラシェールになってる。待って、ズル、わからんわからんわからん、ステップで突っ込んだステップで突っ込んだけど回避は発生しなかった。何それ、あの時は厄介そう。尻尾の攻撃に注意してけ。何が起こるか教えてほしい。あるよとか、毒じゃん毒の雨すごいじゃん。ちょっと毒の雨すげえすげえ。ちょ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 で、そのためのための漢方薬飛んできた。そう、ずる、回復、ちょ、防戦一歩。あ、これあれなんですね、納刀中に回避しても爆破の蓄積出るんや。やったらだいぶ使いやすいかもしれないかもしれない、使いやすいとは言っていない。いやでもね、そう、スライドグリーン連携使ってる人が珍しいっていうところがね、若干ありそうなので、そう、本来の仕様を想定していない。え、でもね、いや、これで発生してほしいよな感はある。よし、操縦できるので、ちょっと操縦していきましょうか。そこにイカちゃんいますね。ほら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 からの、そっちにもいます。ほら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 からの、もういない、もういない。そう、ぶつけて回復飲みたい、回復飲みます。あ、漢方薬やった、とミスった、迷い。ふっ、切れ味を戻すモードにするぜ。して、こうやられなっている。これは何、疲れやすいだっけ。ちょっと待って、で、そう、腕ちょっと叩いとくか。おらおらおら、紫の間に叩くぜ。して、おら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 全然わからんかった。爆弾があっちにある。そう、あっちに誘導したい。こっち来て、こっち来て、よし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 、いいぞ。シュ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 、ああ、なんか食らってない回転じゃ、スライド切り連携ね、なんか食らってないがね、なるからいいよね。よーし、からの確定爆発。あー、そう、なんかチクってるスタミナがないです。スタミナがないです。あーあーあー、危ない、あー危ない、ちょっと待って、回復、おいしい。あー、四つ葉鳥は今なんかボエ食らわんかった。よくわかる。ちょっと今判定で避けた判定が一回あったけど、その後の判定が長くて普通に食らった。ズルじゃん。そう、ズルではない。待って、シュ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 、よし何がよしなのかよくわからん待って、毒がさ降ってくるの、ズル。あ、痛い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 、今回避できなかった。危ないです。切れ味を戻すモードができなかったぜ
待って。ふん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 。あー、わー、2発来たやん。2発来る時もあんのか。切れ味を戻すモードも挟むぜ。してシュンシュン、出てない。いかにもなんか回避成功したっぽいの口で言ってたけど出てなかったわ。ただあの雨は真ん中でやり過ごせばなんとなるっぽいね。あ、ちょっと雨降ってくんのずる。雨のそっちに行くのずる。痛い。シュン、あ、シュン出ない。意外とあのなんか毒しっぽ範囲が狭くてシュン出せないわ。ふんふんふん、真ん中安全、真ん中安全、安全だからといって乱暴していいわけではない。えい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 、ちょっと待って、切れ味が白になったぜ。ちょっと待って、あー。今のは良くない。何かが刺さってた。何それ、延々くか。あれ、さて、切れ味を戻すモードにするぜ。して、で、ちょっと待って、今のうちに近づく。ていうか、四つ葉と弱ってるからさ、回復が必要。今。なんだ、今の。なんか、ちょっとあれか、ディレイかけてくんのか。よーし。確定蓄積。そう、確定蓄積の後攻撃させてくれないの、ズル。いや、ズルではない。透明でやり過ごすのズルなんだな。で、毒の環境生物をゴマダラが使ってくれていたが効いてはいなさそう。待って、あ、シビ、あ、シビじゃないわ、ピヨピヨの方、めまいの方か。待って、一旦回復。ふう、なんか今確定蓄積発動した。なんか知らんけど確定蓄積発動したから、ちょっと今のうちに殴っとけ。えい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 えよう分からんけど、回避しまくった結果、あの確定蓄積が発動しなかったということは、多分判定が普通に特に何もなかったよ。なんか最後の尻尾ビターンのためにちょっともう全力貯めてたみたいな、そんな予感はしますが、確定蓄積があるとあれですよね、なんかその判定ある状態なのかどうかとか教えてくれるのいいよね。判定なかった。判定なかった。待って、スタミナがないです。スライド切りでそれっぽく。腕が硬いです。雨が降ってくる。切れ味を戻すモードにするぜ。さすがに青は弾かれるのか。うっ、これ避け判定なんなかったの、つらいな。まあ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 、まあ、それだけ判定が多分優しく作られているということの裏返しではある。ふっ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 、はい、痛い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 。待って、今なのか。あ、回復がなかったです。消えるのズルなんだな。ふっ、今回復、今回復して、切れ味を戻す状態をしれっと挟んで、毒斬りはステップで抜けた。抜けたはずなんだけど、毒斬りの判定が長くて普通にもらいました。まずい、まずい、まずい。ああ、漢方は飲んだ。飛んできた、痛い痛い痛い、まずい。ここに逃げて大丈夫ですか。危ねえ、今の一発もらってたら死んでたな。さすがに圏内やった。あーあーあーあああ、まずいです。それは飛躍、飛躍で立て直してない、飛躍で立て直します。うーぐぐぐぐぐぐぐ、あぶ、ああ2発もらうのは非常によろしくない。これはまずいか。
まずいぞそれは。一旦やり過ごせ。危ない。はい、よし、立て直した。いいぞ。で、バキバキ切る。白ゲージならば弾かれないっぽいので、ですね、白ゲージならば一応いけるので、白以上維持。スタミナがないです。切れ味をもう、おっ、チャンスと思いきや、なんかふっふっ、ちょっと今よろが出て、うっ、確定値ついてきた。確定蓄積出ない。確定蓄積、ああ、尻尾に飲まれた。わあわあわあ、そんなにダメージの大きい攻撃じゃなかったので、ちょっと一旦体勢を立て直しつつ、四つ葉取り、よし、四つ葉取りさえあればもう無敵よ。へっ、どうしたどうしたどうした突然の強気。おお、しかもへばってるからね、今のうちに四つ葉取りゲージ貯めてけ。あれ、ちょ、守備に出なかった、なんで。そんだけあるか、方向の範囲狭かったんかな、分からん。タイミングは多分バッチリだったはずなんですが、まあ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 、そう、切れる時に切っていくぜ。して、今じゃないですそれ。よし、確定蓄積来た。いや、納刀中でも確定蓄積来てくれるのいいね。で、これ判定意外とちっちゃいんですよね。だから走り回って、走り回ってやり過ごして、こうじゃなかった。全然確定蓄積出せなかった。でも、ああ、スタミナがない。お、ナイス。ちょっと待って、ふっふっ、ラーセンザン、ラーセンザン、ラーセンザン、よーし、いいぞ。おー、ヨロヨロしてる。いいぞ。あー、ちょっとまっすぐ来ない。うわー、今避けたよ。まあさすがにちょっと無敵でかわしきれへんかったかといったところなんですけど、ちょっと待って、意外とと思ったらベイブレードモーションやった。そっちか、全部が全部あの透明からの一撃必殺狙いっていうわけではないんだね。ふっ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 、毒が降ってくるが、真ん中は安全。螺旋弾、ああ、毒に飛び込んだ。ちょっとひどいけど、今チャンスだから、今チャンスだから、待って、耐えた、死んだ。回復間に合わんかった、やられたね。いやー、でもまあ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 、なんかそれっぽく戦えてる。ちょっと体勢を立て直そう。いくぜ、出会え出会え、えいえい。あ、なんかでも右腕壊れてるし、どうなんやろ、結構来てる。わからん。とりあえず切れ味を戻すモードは発動するぜ。して、よし、確定蓄積。ちょっと乱舞しちゃった、間違えた。この辺安全、この辺安全。ふっ、あー、頭こずかれた、まずい。待って、切れなこれ。あー、雨が降ってくるが、真ん中は大丈夫。よし、いいぞ。コロンコロンして、いくぜ、螺旋弾。おろー、お、ちょっと待って、
弱りが見えるにあとちょっとやったんか。それはちょっと待って、あ、それは一撃必殺パターンや。大丈夫、待って、それもう弱りが見えるからね。麻痺で、しびる穴で間違えた。よーし。いや今間違えたで回復飲んでる間にちょっと罠解除されへんかなって一瞬不安になった。あ、なんとかやりきりましたね。いやーね、やられた。多分あれあれかな、なんかね、そう、塗り亀さんってね、代わりになんか何攻撃耐えてくれるみたいな、そういう感じらしいんで、あのミリ残し多分塗り亀さんで残ったんだろうなって感じしますけど、そのまま毒でやられたからちょっと塗り亀さんとの相性良くなかったね。っていう感じではありましたが、なんとか。いや、なんか魔化油めっちゃくれんのいいな。さあ、といったところでアルロー教官から、まあ、助けてという依頼がね、そう、4つほど立て続けに来ましたが、無事生きて帰ることができましたね。さすがだなームーポン。もちろん倒せるとは信じてはいたけどよ、相手が相手だけにちょっと心配したぜ。まあ無事に戻ったし、めでたい限りだ。宇津市教官も立派な眼弟子を持って鼻高々だろうよ。しかし恐ろしいモンスターが次から次だな。これで収まってくれればいいが。そう、うまくはいかねえか。まあ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 、第2弾とかでまたね、ちょっとやばいモンスターが来るんだろうなって感じはしますが、ガレアスやフィオレーネは開花の対応で忙しいし、ここはエルガド全体でバックアップしていかねえとな。まあ何にせよ、お前さんのおかげで助かったぜ。ありがとな。まあなんか、結局その全部解決していくの僕なんで、あれなんで、ちょっと全部僕に任せてくださいみたいな、そういうところはありましたが、まあ、今回ね、なんとか、なんとか、ナルが来るが、一回やられはしましたが、まあ、無事ね、生きて帰ることができましたんで、うん、まあ、毒もね、なんか猛毒っていうほどじゃないけど、ステージがステージなだけに、ちょっとね、回復するタイミングとか、ちょっとあれやったなみたいな、そんなところはあったんですけど、なんか、なんだろうね、なんか真空波みたいな飛ばしてくるイメージあったけど、その攻撃はしてこなかったね。ちょっとよくわかんない。僕が知ってるナルガクルガとちょっと違う気もせんでもないか。いや、逆に自分の記憶がなんかふわふわな説もね、なんとも言えないんですけど、まあね、今回は、何？アップデート第1弾、大型アップデート第1弾でやってきたね、4体をちょっと順に倒してまいりましたが、またね、次回は多分、指島紀彦をクリアして、またマスターランク解放みたいな、そういう状態になってるとは思うんですけど、またね、やっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。